土屋エンジニアリング合同会社は、神奈川県藤沢市に本社を置くレース用車両開発、レーシングチーム運営、レース用エンジン開発及びメンテナンスを行う企業。チューニングショップ、25レーシング、250シングとレーシングチームサムライを包括する。旧名は土屋エンジニアリング。昭和46年7月創業。土屋春夫、土屋武史のZIPが代表を務め、富士フレッシュマンレースで参戦を開始。甲斐 J1300 や全日本 FP、フォーミュラパシフィック、全日本甲斐2選手権、地方選手権甲斐 J1600 のエンジン開発、メンテナンスを行う。その後、全日本ツーリングカー選手権やSUPER GT、全日本 GT 選手権に自社チームとして参戦した。しかし経済悪化を背景に2008年で活動を休止した。活動休止中の2010年シーズンは、土屋武史が自らのチームであるチームサムライから GT300 クラスに、ポルシェ 911GT3RSR 2009年度仕様で第3戦より参戦することになり、監督に土屋春夫が就任した。2015年にはワークス支援を受けずに、日本のものづくりを生かし勝利を目指す最強プライベーターを目標とし、カーナンバー25と共に土屋エンジニアリングとしてSUPER GT への参戦を再開した。そしてその宣言通り翌年にワークスのエイプアを打ち破ってチャンピオンを獲得し、町工場チームの実力を知らしめた。現代のマシンでは多数の装着が必須とされるデータロガーをほぼ使わず、アナログなドライバーと職人の感性でマシンを開発することで知られる。1996年シーズンより独自のノウハウにより仕立てた MR2 を用い GT300 クラスへ参戦を開始。同年は第5戦のみに参戦した。この時のドライバーは2006年に同チームでコンビを組むことになる土屋武史と折戸学であった。1997年シーズンは第5戦を除いて参戦。ドライバーは土屋武史が残留し新たに長嶋正興が加入。第3戦では初優勝を飾った。シリーズタイトル争いは一戦欠場したことが響いてランキング3位に終わった。1998年シーズンはドライバーを刷新。ベテランの鈴木圭一と若手の白慎吾という布陣であった。この年は無敵の強さと速さを誇り、事故により中止となった第2戦を除いた6戦中5勝という高い価値を上げ、独走でシリーズタイトルを獲得した。1999年シーズンはアペックスとのジョイントで参戦。これを受けてドライバーは新田森夫と高木真一に改められた。同年、日産が新型シルビアを投入し速さを発揮するが、持ち前の強さでこれに応戦。前年とは対照的に優勝は1回のみではあったが、安定してポイントを獲得し、シリーズ2連覇を達成する。アペックスはこの1年間の経験が翌年から投入した MR-S の開発に生かされることとなった。一方、土屋武史はさらなる上への目標を目指すべく GT300 クラスでの活動を終え、翌年より GT500 クラスへとステップアップした。2000年シーズンより GT500 クラスへ参戦。基本的に旧型車両での参戦であり、2000年から2006年までの間はスープラを使用し、2007年からはレクサス SC430 を使用。タイヤはツーリングカーレース当時より使用している横浜ゴムADVAN。そのためか岡山国際サーキットを得意としており、同地で行われた2005年の開幕戦では、前年型車両ながら優勝を飾っている。2000年シーズンはエンドレスとのジョイントで参戦。ドライバーは1996年にチームに所属した折戸学とエンドレスと横浜タイヤの開発ドライバーを務めていた木下光弘で挑んだ。参戦初年度であり、車両が前年型であったことから苦戦を強いられたが、この年の経験が後に生かされることとなった。2001年シーズンも前年型車両での参戦であったが、空力パーツは最新型ものとなり、戦闘力の差をできるだけ縮めようとした。ドライバーは、折戸学と荒聖二で挑んだ。この年も苦戦が続いたものの、練習走行において、トップタイムを記録する、と、徐々に進化を遂げてきた。2002年シーズンは、荒聖二が残留し新たに、山路真一を迎え入れた。この年も、前年型車両に、独自のアップデートを施し参戦。開幕前のテストでは、好タイムを記録しており、さらなる成長を遂げた。決勝では、初の表彰台を獲得するなど以前より結果を残し、十分に活躍をしたシーズンであった。2003年は、ADVANタイヤ誕生25周年という年で、横浜タイヤのサポートが強化され、マシンカラーは赤と黒がベースのADVANカラーとなり、チーム名もチームはADVAN土屋に改められ、ドライバーは荒聖二とジェレミー・デュフォアで挑んだ。車両はこの年からは GT500 クラスにおいてトヨタ車で参戦している全チームに最新型マシンを供給するというトヨタの方針により、念願のワークスチームと同スペックの最新型車両を手に入れる。開幕戦ではチームへの車両の到着が遅れ満足なテストができなかったものの、いきなりトップ争いを繰り広げた。周回遅れのマシンとの接触が原因でリタイアしたものの、実力の片鱗を示すことはできた。その後、第6戦で表彰台。最終戦ではポールポジションを獲得したものの、GT300 車両のスピンに巻き込まれてしまい失速し、優勝には至らなかった。2004年シーズンから、富士通展、現、デンソー展がメインスポンサー、イクリップスブランドについた。車両は前年と同様に最新型車両が供給される。ドライバーは前年サードで1勝を挙げたコンビの折戸学とドミニク・シュワガーに一新した。折戸にとっては2001年以来のフルス復帰となった。この年のタイヤは温まりが早く、スタートで一気にライバル車を抜き去るシーンが見受けられた。特に第2戦では3位スタートということもあってか一気にトップを走行することとなった。しかし、表彰台に2度立つものの安定した結果は残せず、前年より好結果を残すが不満が残る1年となった。2005年シーズンは、再度前年型車両での参戦となった。メインスポンサー、富士通展及びタイヤ供給、横浜ゴムも前年の体制を踏襲。開幕戦、岡山では、新型のスープラも含めて、ワークス勢のポテンシャルが低く、車両のセットアップが良かったことから、見事 GT500 での初優勝を決めた。しかし、その後は、ワークスマシンの開発が進み、またも苦戦を強いられた。2006年シーズンは、トヨタ系、ワークスチームが新規開発車である、レクサス SC430 に変更したのに対し、前年に他チームが使用していた2005年型、スープラでの参戦となった。ドライバーは、折戸学のパートナーに土屋武が復帰。しかし、前年以上の苦戦を強いられ、結果勝利なしに終わった。この年からチーム名は、トヨタチーム土屋になり、マシンカラーは、白と赤がベースとなった。2007年シーズンは、ドライバーの布陣は変わらない、折戸、土屋組が、車両は、前年型のレクサス SC430 が、供給されることとなった。車両規定の変更、前後オーバーハングの拡大や、スキッドプレートによる車高アップ等々もあり、新しい車両に合わせたタイヤ開発の必要性から、序盤は結果が出ないと思われたが、第2戦、岡山では6位、第4戦、セパンでは5位入賞を果たした。2008年シーズンは、ドライバーは残留した土屋武のパートナーに、昨年の GT300 のチャンピオンである、石浦弘明が加入。車両は前年に引き続き2006年モデルのレクサス SC430 での参戦となる。ただし、そのままでは全く勝負にならないので他のチームと同じ最新型のエアロを装着して挑んだ。2009年シーズン、自動車業界の不景気や参戦コストの高騰等の影響を受けて、土屋エンジニアリングはレース活動を休止、この他Nismoも参加台数を1台に絞った。所属ドライバーの土屋武史は一つ山レーシング、石浦博明はクラフトへそれぞれ移籍した。その後、土屋武史が株式会社サムライ25レーシングを創業。チームサムライ都市活動。松井孝義の才能を高く評価し、自社で働かせながら経験を積ませた。2015年シーズン、GT300 クラスにマザーシャシーのトヨタ86で7年ぶり、GT300 クラスにおいては16年ぶりに、土屋エンジニアリングとして、SUPER GT に参戦。監督は、土屋春夫、ドライバーは、チーフエンジニアも兼任する、土屋武史と松井孝義。タイヤは、横浜タイヤ、タイトルスポンサーに建設機材の販売、リースを行うビバッジを獲得したほか、親交のある、同じ、町工場のような小規模企業が多数ついた。現代のマシンでありながら、データを集めるためのセンサーをほとんど装着しない、資材をホームセンターで買って工作するなどのアナログ、値な手法を駆使し、トラブルの多いマシンと格闘。その甲斐あって、素顔で初優勝を挙げた。2016年には2勝を挙げて、ドライバーズチームズチャンピオンの2冠を獲得。1年目、2014年は、JAF界4で松井を育て、2年目に、SUPER GT に復帰し、3年目でチャンピオンを取るという計画を見事有言実行。土屋は、レギュラー GT ドライバーとしての最後を初タイトルで締めくくった。2017年シーズンは、監督にチーフエンジニアも兼任する土屋武史。ドライバーは松井孝義、山下健太。しかし GT300 でチャンピオンになりながらも松井を GT500 に上げるチームが現れない上、スポンサーも現れないので、土屋は心が折れかけ、オートポリスで優勝した後は絶望すら感じていたという。そして6月に来年度の休止をスタッフに宣言した。しかし、話し合いを持つ中で、スタッフたちは、土屋エンジニアリングが止めたら、他のレースを目指して頑張っている人たちに対して、夢も希望もなくなるだろう。こんなに頑張っても、また土屋エンジニアリングが解散なんだとなったら、この世界に夢も希望もないだろう。止めるの？そんなのはかっこ悪いよと反対。そこでみんなで、GT500 に行くという新たな夢を決め、チームでロード 2GT500 と書かれたラバーストラップを身につけて参戦を続けることになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。